今日のお題は2020年の事件簿ということで、事件簿一つしかないよね。本当に2020年はコロナっていう事件簿しか記憶にないくらい大事件でしたけど、逆になんか平和だったよね。逆になんか動いてないからこそ、そんななんか事件もなかったっていうのはあるよね。なんかねえ、それこそコロナが増えたからこそインフルエンザが全然流行らないみたいな、逆にいいこともあったりしてね。リンゴ皮むき事件あったな。そんなのあれ事件なの？私は事件のつもりはなかったんだが、あれは事件なんでございましょうか。リンゴの皮むきしたな。アヤカーニバル出演が大事件。いやー、事件ですか。嬉しいニュースですね。まっちゃんもショールーム乱入事件、あれは事件だわ。包丁持つことは事件。いやいやいや、あれから持ってないですからそっちの方が事件なんだけど、あれから全く包丁使ってないんだけど、どうしたらいい。つら、全然包丁使ってないさ、あれから。イコール料理もしてないってことですねやばくない、何もしてないんだが、やばいね。そっちの方が事件だわ。アットジャムで奥歯腫れる事件、あれアットジャムだっけ。そこがあれは事件だわ。なんか腫れたんですよ。ですごい治療にもめっちゃ時間かかったし大変だった。この歯、あでも確かになんか矯正とかもしてたから、今年はなんか歯の1年でしたね。歯が本当に辛かった。髪を染める、まあそうですね、髪染めちゃいました。でもなんか案外黒髪がいいとか聞かないから、なんか染めてよかったなって思った。なんかもっとなんかみんなにみたいな判定されるかなとか思ったけど、意外とみんななんかいいじゃんって言ってくれて、すごいなんかよかったなって思いました。カリネーさん卒業は確かに事件、チェキ会中にお届けもあったね。なんか無視したよね。それでチェキ会で言ったら、しょっちゅうチェキ壊れるとか電池切れるとかしょっちゅうあったよね。そんな事件を挙げてたらすごい世の中事件だらけって感じなんですけど、うん、茶色い方が似合ってるだよね。ありがとうございます。私もそう思う。こんにちは。なんだろうな、あと事件、でも22歳になったの結構事件なんだけど、自分的になんかねよくこれは話すんだけど、人と21まではなんか全然なんか20歳の延長線上みたいな、なんか大人だウェーイって楽しめたのが、なんか21歳になったら急になんか大人って感じがして、すごい事件ですよそれ。22歳になったの、自分が22歳っていう事実が事件って感じあ、クマありがとうございます。そう事件ですね、22歳になったの。だってあと5ヶ月したら、いやまだか、5ヶ月だよね。
まあ6ヶ月したら23ですよ。事件だ、大事件です。カジリみたいに一人鍋パーティーやる。昨日きりたんぽ鍋パーティーしました。で今日のお昼もきりたんぽ鍋食べます。ある意味一人鍋パーティーですね。あとは何だろうな、事件か。でも本当になんかコロナがあったからコロナが事件でしたね。なんかツアーも中止になっちゃったり、秋田のバスツアーがなくなっちゃったり、なんか本当にあれができていたらまた何か変わったんだろうなみたいなのはすごい考えますけど、ツアーやってたのすごいなって思う。ツアーやりたいってすごい思うんだけど、ツアーやりたかったな。いつできるんだろうもうって感じだけど、でもなんかそうそう、そのアプガニキに会えたのが事件でしたって言ってくれてるけど、結構なんか自粛とかで、まあ、ライブができなくてもなんか意外とニキを見つけてくれる方が多くて、その最近知りましたって方が最近多いんですよ。なんか嬉しいね。特にこう対バンもさめっちゃ出てたわけじゃないし、こう TIFF みたいな大きいフェスも今年はあんまなかったりとかで、しかもね見つかりづらいさ環境だったけど、なんかすごい今年見つけましたとかすごい多くて嬉しいですね。生誕ね、生誕イベント確かにリアルでやりたいわと思うわ。なんか最近これ歌いたいなみたいな曲すごい多いんですよ。これなんかイベントあったら歌いたいなみたいな多いんだけど、歌う機会もないしね。うん、ねえ生誕とかやりたいですね。あでもあの1期生3人でライブできたのは結構事件ではないんだけどなんかただの今年の振り返りみたいになってるけど、あれは結構楽しかったですね。結構なんかやりたいって言ってたことの一つだったから、まあ実現してよかったなってのはある。確かに今年の目標の絶風単独叶えられなかったのは事件ですね。なんか去年も目標に挙げてたんですよ、ゼップを。そうそう、去年はできなくて、で今年こそって言ってたんですけど、やっぱね、まあこんな時期ってのもあるし、まあ2期の実力不足もあり、ちょっとゼップは立てないっていうのが、確かにそれが一番の事件かもしれないですね。いや単独で、でもなんかねお客さんもどれくらい入れれるのかなって、今の2期のライブの感じはやっぱ椅子ありのとか間隔空けてになっちゃうんでね、すごいまあステージはめっちゃでかいから、なんかねやっぱね大きい2期8人もいるから、やっぱステージ広い方がすごいなんかパフォーマンス映えるなみたいな思うんですよね。
フォーメーションダンスみたいなのが多いじゃん、結構8人になってからの曲は。だからステージ広いとすごいなんか曲自体もさよく見えるしさ、まあメンバーものびのび踊れるから、 ZEP ではぜひやりたいですね。もう今度そのアプガ姉さんのオープニングアクトとしてはちょっとZEP立たせてもらえるので、まあ、みんなそこに来てもらってニキの ZEP 姿を今年の見納めしてもらえたらいいなと思います。あとそうだ、今年あのももクロさんのやばくないですか、桃色歌合戦の本編に出演が決定したんですよ。やばーい、やばいね去年はあの年の瀬芸能賞っていう方に出演させてもらって、なんかもうそれでもめちゃくちゃ私たちからしたらやばみたいなことだったんですけど、桃色歌合戦の本編に出演できるなんてやばいよだいぶやばくない？これは大事件、もうこれは事件と言っても、そうしかも会場があれですよね、FNS 歌謡祭のホテルですよね、違いますか？ですよね、まあ、無観客ではあるんですけど、いや無観客の方が緊張するんだけどっていう感じではあるんですけど、めっちゃ嬉しいです、本当に嬉しい、ありがとうございますっていう感じです。いやなんか自分たちの曲を歌わせてもらえるのかな、なんかそこもちょっとまだ何も聞いてないんですけど、わかんない、なんかあのアイドルメドレーとかも出たいなって、出たいですって思ってるし、なんかいやわかんない、なんか自分たちの曲をさ歌わせてもらえるのかなっていうのが一個のなんか個人的な壁ではあるんですけど、だってさね2期の曲誰も知らないわけじゃん、まず9割はなんか歌わせても欲しいけど歌えるのかなっていう、もし自分たちの曲歌えるなら何だろうね、でも去年二の足歌ったんですよ、あの年の瀬芸能賞で、まあ二の足が一番なんかまあ今の2期の曲の中ではいいかなと思うけど、どうなんだろうね、分かんない、わかんないです、なんだろうね、なんでも嬉しいです。あーどの道ハッピー確かに歌いたいわ、どの道ハッピーで1年締めくくれたらめっちゃ良くない？私どの道ハッピー押そうかな、どの道ハッピー歌いたいです確かにあの曲はなんか初見の人でもすごいなんかメキシコからキュンです、そういいし、なんかその今年のテーマがやっぱりその日本の底力っていうのがテーマなので、歌合戦のやっぱそうなるとどの道ハッピーとかすごい選曲合ってるなと思います。なんかどの道ハッピーいいよね、どの道ハッピーがいいな。しけんさんこんにちは、エルダークさんこんにちは、どの道ハッピー歌いたい、どの道ハッピー歌いたい、すっごい歌いたくなってきた今、いいやん、川上さんにどの道ハッピーが見つかった説、そうなの、なんで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 、なんかあったの、いやどの道ハッピーはさやっぱさ最強だよね、あのハッピー感はきっとあのハッピー感だけは多分
その歌合戦に出る出演者の方誰にも負けない自信は確かにあるから、なんかいいね、どのみちハッピー歌いたいですね。ダメだよ、全編鼻リコーダー藤田、鼻リコーダーしか抜かれないもん鼻リコーダーのアイドルってだけで覚えられちゃいそう。いろいろあったけど頑張ろうって感じになるかなと。それな、それな、それな。はい、こんにちは。あとなんだろうな、事件なんでしょうか。嬉しい、返さないとも見てくれたんですね、ありがとうございます。メドレーで鼻にこならに怒られてほしいももクロさんやりそう、そういうのでも真面目なね、真面目なメドレーなので。すごいね。でももう12月、今日何日ですか、今日4日とかかな、3日、4日、今日3日か、今日3日なんで、もう今年もう1ヶ月ないってことですよね。シワスは忙しい、は慌ただしいだけど、虚しい格がデリカシー果てしなくならなクリスマスを過ごす相手と、もう終わっちゃいますね、今年も。なんとも、今年は本当になんか、なんか私は結構なんかどんなことが起きても動じないというか、なんかそういう性格なので、なんか正直コロナで自粛なったのもそこまでダメージを受けてないんですけど、でもやっぱ振り返るとすごいなんかすごい1年だったなって思いますよね。なんか日常が本当になんか、でもこんな簡単に人の価値観って変わるんだみたいな、なんかこう過去の映像とか見てるとさ、すごい3密になってるわけじゃないですか、人がみたいな、あれを見ても当時は何とも思わなかったけどさ、今見るとやっぱりさ、そのウイルスのことを気にしちゃうじゃないですか、みんな絶対に。なんかそういうなんか人の価値観っていい意味でも悪い意味でも簡単になんか変わっちゃうんだなみたいな、変えられるんだなって思ったから、変えられるんですよね、きっと。面白いですね、人って。コロナでいろいろ大変だったけど、振り返ってみるとなんだかんだ楽しい1年だったな。いや、そう思える人って本当にすごいと思う。なんかいいことだと思う。なんか特にまあなんかだから2期を応援してくれてる人がみんなそう思ってくれたらいいなと思います。なんか絶対に振り返ってみて楽しい1年だったなって、絶対今年はいる方もいるからね。でもこう2期を応援してくれてる人だけでも、なんか今年まあまあバッツはもう中止になっちゃったし、いろいろできなかったこともあるけどね、コールできないとかライブも思うように楽しめなかったけど、でも楽しかったなって
なんか思える人が、まあ日記のファンの人が全員そうなってくれたらいいなと思いますよ。曲できた、確かにね、曲できた。なんかもうそれ今年の振り返りコーナーみたいな今年の振り返りコーナーでございます。なんかさ、今まではさ、そのライブ感みたいな、なんか2期とか特にこうね、どうやったらお客さんに盛り上がってもらえるかみたいなことだけを基本考えてたりしたけど、それこそ配信だったりとかさ、お客さん声出せないとかなったら、またちょっとね、その力を入れるところが変わってきたりとか、曲の感じも変わってきたりとかしたしね。だからそれはなんか面白いですね。来年はどうなるんだろう。来年はどうなるんですかね。ライブはライブの方向性として、その配信が増えたじゃん、すごい。だからなんかそのね、緊張するよね、やっぱ配信されてると思うとなんかライブってさ、必ず100人いたらさ、100人がじゃあ今自分を見てるかって言ったらさ、絶対見てないわけですよ。でも配信ってもう画面に映っちゃったら、もう画面に映った瞬間全員が見てるわけよっていう、なんか気の抜けなさがさらに増したよね。今月単独やってくれるの本当し、そうですよ、今月ありますからね、12月27日に単独あります。そう、ライブも見返せる時代なんですよ今まあまあまあ、新しいですよね。なんだっけ、そう27単独あるんで、皆さん来てください。推し以外見る機会が増えた気がする。絶対そうですよね、絶対そう。うん、でもなんかそこがさ、いいとこなのかな。申し込みました、ありがとうございます。そうだよね、推しが埋める機会増えたよね絶対。27単独、皆さん来てください、表参道です。クリスマス公演と年末公演ということでね。いや私ほんとクリスマス好きだから、クリスマスの歌だけ歌いたいくらいの。いろいろなメンバー見れるのは配信のいいところ。うん、多分両方お待ちしてます。来てほしいですね、ほんとクリスマスいいよね。クリスマスの歌歌いたい。いらないドルさん見る気が増えたけど、やっぱまーちゃんが一番嬉しいです、ありがとうございます。今年のクリスマス公演、サンタクロース消えるの期待してワクワクしてる。あなたにかなわないと一人見上げる星空、ジングルベルが鳴り響く夜、南の空、ほんの少し雲に隠れた、もうすぐこの街に雪が降るのかな。ちょん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 、推しカメラ配信とかやってほしい。いいじゃん、推しカメラ配信。あ、でもな、ちょっとカメラの台数とかいろいろ足りないかもしれない。アップオメ歌ったことないですね、2期まだ。
召喚土砂降りのテラス席めっちゃ好き、ありがとう。土砂降り歌ってないね、全然全然最近土砂降り歌ってないわ。まあね、でも押しカメラやるならゼップくらい大きい会場じゃないとお客さんが入れなくなっちゃうお客さんがね入れなくなっちゃうね。ももクロポフィタサンタクロース、サンタクロースっていうブガさんの曲です。サンタさんシャンさんシャンタン、懐かしいサンタクロースめっちゃ踊ってたな私。チャン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 、サンタさんさんさんサンタさんサンタさんさんサンタさん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 サンタサンタクロースサンタサンタサンタクロースサンタサンタサンタクロースサンタサン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 タ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 、すごいね、サンタしか言ってないっていう。なんかニキもクリスマスソング欲しい。ウィンターソングめっちゃ好きなのに意外とないんですよ。冬と手と手くらいかな、ウィンターソング。アーリン、アーリン推しでございます。ベストで出てもね、可愛いよね。ウィンターソング欲しいな。なんかあの切ない系のウィンターソングが欲しい。フェイスたちとは結構さ、ちょっと切なくはないじゃん。切ないけどウィンターソングって大体、まあ、意外と明るめなよね。もっとこう切ないウィンターソング欲しいよね。純白の雪が降る街から音が全て奪われていた。こんなに静かだと閉じ込めた言葉聞こえてしまいそう。サンタクロースの歌詞めっちゃ切ないですよ。気づいてほしいよ、もう少し声聞かせて。恋やた、恋やた見てますか皆さん。切ない。私今年の事件、恋やたに出会えたことは事件ですね。なんでも事件になっちゃうね、もうなんか。いや個人的にあの森奈々ちゃんに出会えたことが事件ですね。うん、かわいい。ケツさん泣いたいランニングクリスマス。ああ、こないだカラオケで歌った坊ちゃんのサンタクロースのお手に高橋の意味分かってない感じの確かに。だって坊ちゃんまだ中学生ですか。あ、でも今年確かになんか結構 YouTube とか充実してたよね。にきちゃん結構動画いっぱい撮ったなって思う。歌ってみた動画もそうだし、うん、なんか結構 YouTube 動画充実してたなと思いました。なんかメイク動画撮ったり、あのどのみちハッピーの MV 作ったりとか、プロのね、なんか意外と YouTube 充実させてたなって思いますね。にきちゃん、にきちゃん、にきちゃん配信もいっぱいしたしね、あのリリースに向けて。
ロストの住人も最近できてないんですけどね、復活できるように頑張ります。吉川さんがショールーム配信こんなにやってるのが実験されるなぁ一人で喋るの苦手なんですよ。みんなにもぜひリモートで参加してほしい。ソロライブ、ああ、配信ね、配信ね、なんか またソロライブやりたいですね。ちょっと配信じゃないやつで普通にやりたい。一緒にやりたいな、ソロライブとか。なんか自分で曲作ってみたよね。作曲ってさ、ピアノとかギター弾けないとさ、無理なのかなと思って。無理やん私っていう。歌詞は書けるけど、切にやってほしい。頑張ります。初恋サイダー、初恋サイダーやっぱね、たまに歌いたくなるんですよね。こないだも歌ったわ一人で。愛と戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト冷たいにうん、鼻歌で編曲者にぶん投げ、やばすぎ。カジならね、優しいからね、やってくれるんですよカジは。金島先生ならなんとかしている忙しいな金島先生、私の鼻歌からじゃよろしくってすごい神様ですね。あ、もう40分だって。早いですね、時間経つのが。カラオケインスタライブめちゃくちゃ怖かった。いや、やりたいんだよねカラオケインスタライブ。やりたいんだけどちょっとなんか機会がないね。カラオケインスタライブやりたいけど、なんか一人で行くの嫌だな。誰かと行きたい。ニーナとかとなんかさ、でも私まだ今年の一個の約束がまだ果たせてなくて、今年やり残したこと何ですかって言われたら、まずニーナの家に泊まりに行くってっていうことをやり残してるんですよ私。ニーナの家にね、マジさ、いつも来てくださいって言ってくれるんだけど、いやマジで行くって言ってるんだけど、意外とね、そう行けてなくて、今年それやり残してますね。ニーナと泊まお泊まりして、でカラオケからインスタライブとかめっちゃ楽しそうじゃない。マシュタンによろしく。マシュタン、うん、私やり残してるな。いや、早く実現しないと今年が終わってしまう。まあということでね、今年のやっぱ事件は、私がこんなにショールーム配信をしてることでですねっていう衝撃のまとめでございますが、名前カラオケで何歌っていいかわからない。あ、そうなんだ。
韓国じゃない、韓国だとし、まゆたんだよって自己紹介してね。え、そういうシステムなの？そういうシステムなんだ。はい、ということで本当にショールームをね、この配信する機会ができたという事件が今年のビッグニュースでございました。これからもぜひよろしくお願いします。明日はしまちゃんですね。お題どうしようかな。しまじろうさんへのお題、今年を表す漢字一字何ですか。なんだろうな、今年は一みたいな漢字の一漢字の一ですかね。まあ歯もあるけど一。なんか結構一から何かを作るとか、なんか一からやるみたいなことが多かったし、あとなんかすごいゆっくり、なんか2期はずっとこう走ってるイメージだったんですけど、今年はなんかちょっと一歩ずつゆっくり進もうみたいな、なんかその一歩一歩をめっちゃ慎重にね、新しいことに一からチャレンジ してみるみたいな、そうそうそう、なんかそんな年だったかなと思います。かっこ2期ですけど漢字は1です。はい、しまじろうさんどうしましょう、お題。しまじろうちゃんへのお題どうしようかな。強がりライライライの解説とかどう？強がり、あ、なんか誰か言ってた、誰か言ってたかな、そのお題ちょっと見てないんで分からないんですが、強がりライライライの解説、歌詞の解説とか、ギブス取れたみたいだからさせない。どうだろう、どうなんだろうね、誰か知ってた、ライライライ、じゃないのかな。じゃあ強がりライライライのしまちゃんなりのね解釈で皆さんにお伝えしてくださいという、強がりライライライ、強がりライライライナーノーツみたいな、強がりライライライナーノーツ。明日のお題はそれでよろしくお願いします。強がりライライライナーモーツ、よろしくしまちゃん。ということでですね、ゲスト確認しましょう。お名前呼びます。かたゆるくん、竹原さん、倉山さん、ありがとうございます。
でランキング第3位1番人さん、第2位みかんさん、第1位シクレーマンかっこにきさん、ありがとうございます。ありがとう皆さん、今日お昼配信でしたが見てくれてありがとうございました。1 はい、ということで、そうね、こうね、こう座るとね、これ切れちゃうということで、みんな午後も頑張っていきましょう。そして12月も頑張りましょう。残りの期間ちょっと私お腹鳴ってきたんで、お昼ご飯食べたいと思います。みんなも美味しいお昼ご飯食べてください。はい、お仕事の方も頑張ってください。ありがとう、バイバーイ。